様こんにちは、今日はスペインでやっていたメイクを動画に撮っていたのでそちらを紹介していきたいと思います。まず最初に化粧水は家から持っていった無印のエイジングケア化粧水をつけていきます。乳液、これも家から持っていったスキンフードのロイヤルハニープロポリスインディチェマルジョンってやつです。で、下地は NARS の、サンプルもらったのがあったので、それを使いました。まあ、使った感じ別に特別な感じはなく、まあ、かもなく不可もなくって感じですかね。SPF が入ってたので、まあまあこれを使ったっていう感じです。で、ファンデーションはフランスじゃないや、スペイン行ってから買ったフェンティビューティーのファンデーション使っていきます。私が買ったのは140番っていうカラーで、まあ普通のカラーです。一応お店の人に見てもらって色選んでもらったんで、まあこれでいいかなと思います。結構日本人の標準色っていう感じですかね。140番です。で、つけた感じはもうすごく良くて、カバー力もめちゃくちゃ、まあ後でこうつけてめっちゃびっくりしてる顔するんですけど、カバー力が良すぎて。スポンジはリアルテクニックスを使っていきます。これ旅行用にケースがついてるものを購入しました。濡れたままでもポーチの中入れられるのでいいです。ほらめっちゃびっくりしてるカバー力がすごく良くって、でまあ乾燥する感じもなく、そんなに厚塗り感もなかったので私はとても気に入っています、このファンデーション。アイブロウは家から持っていったメイベリンのファッションブロウパウダーインペンシルの BR3 番明るい茶色です。これはまあいつもと同じですね。はい、次にアイシャドウに入っていきます。アイシャドウはスペインで買ったフーダビューティーを使っていきます。イエーイ、これめっちゃ欲しかったんですよね。行く前からこれを買おうって決めてて、もうでも行ったらなんか3種類ぐらいあって迷ったんですけど、やっぱりこちらを買いました。結構ピンク系が多いパレットで、開けてみるとこんな感じです。マットなお色もラメがあるお色も結構しっかりとたくさん入ってるので、いろんなアイメイク作れるかなって思いました。私はファーストインプレッションで完全にメイクしたんですけど、それでもすっごい綺麗なグラデーションを作ることができたので良かったです。で、一番下のマットのカラーをまずはクリースに入れていきます。発色もよくって、まあ、粉もすごく細かいし大好きです。なんか全種類買っといたらよかったかなってちょっと後悔してるぐらい、めちゃくちゃ可愛いですこのパレット。で、このブラシもスペインで買ったんですけど、なんか、なんやろ、雑貨屋さんで買いました。で、赤みの強いこのカラー、ブラウンなんですけどね、なんかカメラで見ると赤く見えますよね。これをクリースのより深い部分にのせて、濃くしていきます。結構しっかりボーンって発色しちゃうので、まあ、ちょっとずつちょっとずつのせていく感じでつけていきました。ちなみにこの時音楽を聴きながらやってたので、途中でめちゃくちゃ歌ってたりとか、あと後ろで旦那さんも一緒に用意してたので、なんか会話してたりするんですけど気にしないでください。なんかいつもこんな感じでメイクしてます、一人の時は歌ってたりとか。で、この三角のところのピンクのカラーを目尻の二重幅に入れていきます。これすごい綺麗なカラーでだいぶ深みが出ます。次にこのラメ感のあるピンクのカラーを指で取って、で目尻側の二重幅にのせていきます。これはさっき塗った
暗めのピンクのカラーと似てるんですけど、もうねラメがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。で指でのせるとすごく密着してくれるので指でつけました。次に明るめのラメのカラー、シルバーっぽいカラーを瞳の高い位置につけていきます。真ん中らへんですかね、目頭から真ん中にかけてのせていきます。次にマットのこの茶色のカラーを下まぶた全体に広げていきます。めっちゃ笑ってるめっちゃ笑ってる。でパレットで見ると結構茶色なんですけど、のせると赤みがあるので、まあ統一感のあるアイメイクに仕上げてくれるかなと思います。何を喋ってたか全然覚えてないんですけど、なんかめっちゃ笑ってますね。水くれましたで次にアイライン引いていきます。アイラインは日本から持ってたラブライナーを使いました。で次に、ビューラーしていきます。なんか喋ってるのか、なんか歌ってるのか、もごもごしてますで、マスカラは不老不死のものを使ってます。これも日本で使ってるのと同じです。マスカラしてる時の顔最悪ですね。で下まつげ塗ってるんですけど全然映ってなかったですすいません、本当に全く気にしてない。で次ディオールの、パレットを使ってシェーディングチークハイライトしていきます。これブラシはリアルテクニクスですね。このディオール の, シェーディングめちゃくちゃラメ入ってるんですけど、そんなにギラギラしないので、まあまあナチュラルにつけると自然なシェーディングできます。でシェーディングして顎ものせてます。この角度最悪で、チークも結構ギラギラしてるのであんまりきつくのせず、ふわっとつけてたんですけど、なんかつけすぎてるっぽいですね。なんかめっちゃ赤くなってるし、あーつけすぎたーって顔してます歌ってる。で多分つけすぎてるので、あのスポンジで押さえます。この後ハイライトしていきます。ハイライトはもうほんとピカイチですよね。このパレットめちゃくちゃ綺麗なんですよ、このツヤが。でブラシはこれリアルテクニクスを使ってて、このブラシ本当にハイライトにもう抜群にぴったりなブラシです。で鼻筋とシーゾン、あとは鼻の頭と、そうそう指でつける方が私は好きですね。唇の上と顎に乗せていきます。なんか歌ってますね、めちゃくちゃ歌ってましたね、この時。そういえば恥ずかしいわ。最後リップはシャネルのルージュココシャインの97番、綺麗なコーラルオレンジっぽいカラーをつけていきます。この時はね Z の曲を歌ってます。ステイかミドルかどっちか、めちゃくちゃ好きなんで聴いてました、この時。でこんな感じでリップを塗ってメイク完成です。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。